港玉、沖大橋は、中国関東省主海市と香港深海離島区、乱島島及びマカオバナチメドークを結ぶ、海上橋、玉江の川口湾を東西に連絡する橋。2009年12月15日に正式着工し、後に完成。2018年10月23日に、主海で開通式が行われた。同月24日に、一般車両の利用が可能となる。 建設費は約1100億人民元。世界最長の海上橋である。玉置口岸人工島マカオ口岸管理区にある港玉、沖大橋マカオ出入国ターミナル橋は片道3、車線の自動車専用である。香港側は香港国際空港のすぐ東側に作られた人工島にある港玉、沖大橋香港口岸が起点となり、 市街地と香港国際空港をつなぐ北、大所山航路に連結される。香港側にある二つの人工島の間は、延長6 7トルの海底トンネルになっている。大陸側は、マカオの東側を埋め立てて2.62平方キロメートルの人工島を設置し、そこで、マカオ都市海へと分かれる。人工島の南側は、マカオに属するマカオ口岸管理となっている。 出入り境ゲートは3カ所に設けられる。中国語では3地3県と表現される。香港、マカオ、主海側の税関の間でシャトルバスが24時間運行される。ピーク時は5分間隔で運行される一方で深夜は本数が少ない。税関発着や経由のバスのほか香港マカオ間の国境法へのバスも運行される。 香港国際空港と香港の市街地の間のバスは港玉、沖大橋の香港側の税関経由に変更された。車両の通行については、マカオ並びに香港は左側通行であるが、大橋本体部では大陸部の右側通行ルールが適用される。ドライバーが香港、またはマカオの出入境検査場に到着、出発した後、通行車両に対する、 指示板に基づき、走行調整運転方法の表示に従って、右側通行と左側通行の切り替えを行う。一般車両が通行するには通行ライセンスが必要だが、発行するのは600台分のみ。マカオ川人口島の南側にある港玉、沖大橋、偏見大楼には、マカオ市内に向かうバス乗り場、タクシー乗り場、カ事のホテルへの送迎車乗り場が設けられている。 港玉、沖、大橋メイン部と海底道路トンネルのルート1983年に小渡る省、豪和実のる行、香港のゼネコン会長が提案したのが最初と言われる。大橋の建設により30分で香港と玉江デルタ西部が結ばれ、製造業の移転や観光の促進を促すと主張した。しかし、多額の費用がかかるため、 当初は具体化の動きを見せなかった。その後、1989年に、主会市が中国本土側で、主会と新鮮を結ぶ霊洋橋の構想を唱え、1997年に一度は国務院の承認を得た。香港政府はこの構想に一切関与していなかった。ところが、2000年以降、香港では中国本土とのインフラストラクチャーの拡充が急務となり、 小当たる省の港玉、沖大橋構想が再び議論され始めた。政府財政への影響を懸念する理科生を除き、財界は賛成が多数を占めた。そのため、香港政府も検討を開始し、2002年9月20日の第3次内地、香港大型インフラ協力会議において、香港政府と中央政府による共同研究の開始が合意された。 2002年11月には、主要機国務院総理も港玉、沖大橋構想への支持を表明した。そのため、関東省政府も香港主導の計画に同意せざるを得なくなった。そして2003年8月4日国務院は、共同研究結果を承認し、港玉、沖大橋前期工作協調焦祖の設置に同意した。また、中国政府にとってこの大橋の建設は、 高不可思考高速鉄道とともに世界最大級の都市圏を目指す越港、沖大湾区構想の一環とされる。2018年10月23日には関東省主海市において開通式典が行われた。香港政府の林定月が行政長官は2018年9月に開通した広州新鮮香港高速鉄道の香港域内区間 本日開通した港玉、沖大橋、そして2019年中にオープン予定の出入り境ポイントであるレンツツミ公園囲い新港岸を通じ、香港と中国本土間の移動時間が短縮されるだけでなく、距離も縮まる。と述べ、加えて港玉、沖大橋は、香港にとって多方面にわたる新たな活力をもたらす。とも述べた。 2017年5月、橋のコンクリート強度の偽装の疑いが報道された。23日香港連成公署は、コンクリートの品質検査に関して、強度試験で不正を行ったとして、21人の容疑者を逮捕している。香港特別行政区政府の建設監督部門は、橋の香港側部分の構造検査を行ったところ、異常は見られず断裂も発見できなかったと発表。 橋の安全性は維持されているとして予定通り残りの工事を進めるとしたが、問題のコンクリートが使われた場所の特定はできていないとのこと。風水の検知から見ると、人工島の形は2匹の蛇が退治することに似ており、不吉だとされる。ありがとうございます。